はいみなさんこんにちは元気なおじいです今日は3月の25日21時46分ですねえっ、ー、と今回この動画では i ビデオの大阪梅田店についてお話ししたいと思いまーすはいでね i ビデオは日本に2つお店がありますね えっと、まずね、1店舗目、i ビデオ東京浅草店ね。なんで浅草店かというと、住所がね、浅草だからです。普通そうだよね。それでね、今回は、こちら、i ビデオ大阪梅田店ね。でね、えっと、住所が、 大阪市北区これ何て読むのこれ何て読むかわかんないけどうんこれ梅田じゃないよねこれねうん,なんとかだからあの東京にいないのに東京ディズニーランドっていうのと一緒だよねあれどこだっけ千葉だっけか浦安かどっかにあったよねうんまあここなんだけれどもえっと大阪は電話番号が ありませんここはね。でなんでかっていうと日本語喋れる人がいないわ <laughs> かんないっていうことだよね。はいでね前回あのー、これねえー、っとユルポンサラムさんからのねえー、っとコメントよいしょちょっとはい前回ねこのコメントを紹介しました。ね こんにちは 502HW1 円キャンペーンの返却日だったので大阪支店に返しに行ったのですが、えー、その時 603HW の1円キャンペーンの話をしたら借りれることになりました別赤なんですがそれ、ね、でもいいですよとシャンマリオン z t のページも教えてもらいました、まあ、今回2回 i ビデオのスタッフさんにお会いしたんですが 本当に印象がいいです、ね。ここ重要。嘘がない。ね。嘘がない。ね、ここ重要です。嘘がない。i ビデオが一番売れてもおかしくない印象です。帰りにチョコレートまでもらいました。僕は1円で借りてるだけなのにということでね。 でその後のねえー、と続報もいただいております。よいしょっと。はい、このね、えー、1分前ね、ね続報いただきました。ね、えー、と大阪支店のスタッフは、前回行った時も、今回もそうでしたが、日本語が全く話せません。だから電話がないんだね。えーと 台湾語か英語しか話,しませ,ん話せません。ね、えっ、ー、と平日は話せる方がいるのかもしれませんがいないねえなので Google 翻訳ですべて質問をしました、ね、えっ、ー、と Google 訳で会話をするところが新鮮に感じたのかもしれませんね、まあ、普通なら怪しくて避けると思います。 まあ、外国人ってこともあってでも嘘がなくて正直なんですねサンリオン z t のページなんかは普通教えないと思うんですかね 603HW の申し込みも i ビデオの指定日じゃないと借りれないメッセージが出てくれるんですが修正してくれて今日からのレンタルになりました。 そういうところが日本企業にはない正直さを受けました。ね、アイビデオ頑張れ、ね、チョコはこれでしたってことだよね。はい、このチョコレートだそうです。ね、おいしそうほら、アーモンド系だったって。うわ、おじいも食べたいおじいも食べたいアイビデオの あのー、梅田店の方、ね、おじいにもくださいおじい食べたいよで今度ね KK、あのー、さんもねよいしょあどこに行っちゃったのなんかえ嘘でしょバクったよいしょはい KK さんもね食いついたよ自分も前にコメントしましたけど大阪で一円レンタルした時は チンスコみたいなお菓子もらいましたってことだよね。そう言われればね、なんかそんなようなこと書いてあったなと思って、うん、おじいもなんとなくうっすらなんだけど、記憶がある。ね、そんな感じであの、大阪の梅田店の方はとても優しいってことだね。うんまあ、もしかしかたら その大阪梅田店のスタッフの方があ,のあれかもしれないね、G の,のところにいろいろ情報を投下してたのかもしれないね、日本語あ,のあんまりよく分かんないって言ってたからね、うん、多分あの翻訳してたと思うし、ちょっと質問してもね翻訳だからねあの答えが明確に返ってきてなかったんでね、ごめんね、ちょっと鼻が花粉症で。 でもあのサマリオン ZT とかね、603HW とか、まあ、今やっと表に出てきたけどね、603HW の1円のやつね、うん、まあ、そうやって教えてくれるところなんか、多分その新しくできたあの大阪の、ね、方がネットでおじいのところに、ね、あのコンタクトを試みてくれたのかもしれないね、うん、まあ、そんなわけで、大阪の事務所に近い方、ね。 お店に行く方はあの直接行ってみる,あの見るといいよ、東京も大阪もあの1円レンタルで直接取りに行く場合は事務手数料が0円なので本当のね1円で借りることができます、であの自宅に発送してもらう場合は水曜日はあの事務手数料が0円だけど、ね、それ以外は500円かかります。 でも直接取りに行くを選ぶと事務手数料もいらないというねあの裏技がありますね1円でさルーター1ヶ月レンタルさせてもらってであのお菓子までくれるって <laughs> ねであとねやっぱあの今回のねこの情報にもあるようによいしょとえっ、ー、とねここね うん、やっぱね、あの嘘がない、正直なんだよ、本当に。だからこそあの、なんていうのかな、日本がおかしいんだよ、嘘だらけっていうかあの、なんかね、おかしなことになってる、日本は。だから世界から見て、そうなんだよ、アイビデオがね、嘘がないっていうよりも、やっぱ台湾の会社、 あの意外とね中国系だとちょっとインチキっぽいかもしれないんだけどあのまあ親日でね日本で商売してる方っていうのは日本人よりもあの日本人っぽいようん本当にであの日本人よりもあの日本に詳しかったりする本当、ね、うんなんかねそういうところあるんだよ であの辞めちゃったね、前の担当者もそうなんだけど、やっぱいろんなやり取りしたときに、本当ねあの、正直に言ってくれる。で、楽天のさ、レンタル w i f i の会社みたいに、おじいが直接電話かけて聞いてもね、あの嘘言ったでしょ、おじいを騙したでしょ。だから、そういうのってやっぱさ、あの信用問題じゃん、そういうのって。ね。 だからねあのやっぱりねこう人間味がある、あと小回りが効くよってねあのおじいの1年前の,あの i ビデオの紹介どうして決めたかとかねそこら辺を見てもらえば分かるんだけど、まあ、とにかく、おじいが i ビデオが気に入ったところだったんだよ、一番ねだからこそ乗り換えた、フジワイファイから、ね、そこが一番大きいところなんだよ。 ちょっとこう面白いんだだよねだからねおじいのリスナーさんに紛れてねフジ w i f i の,の動画盛り上がってる時にやっぱりアイビデオですねっていう単語を流せば拾ってもらえるかなってあの書いたけどもそうなんですかってねコメントで拾ってくれないおじい、その時もすぐ分かったから意地、あのー、でも取り上げなかったんだよね。 2回チャレンジしたかな ?2 回スルーした、おじいはね、うん。そうなんですね。いいですね。って感じで、アイビデオさん。<laughs> で、だから、それできたでしょ。もう、フ井ワフなんか、あのー、ね、宣伝しないで、後ろも使って宣伝してよ、っ,って。アイビデオさん、本物ですかって。<laughs> で、本当ね、面白いよ。 だ本当はね、あのーまあ、ストレート、あと、変に化けようと思ってやっても、まあ、うまくいかない、だから、あのそれ、嘘だろう、もうばれてんだぞって言うと、日本の会社は、いや、あれはああです、こうですとか、また嘘に嘘を乗り固めて、あのー、もうどん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 収集つかなくなっていくんだけど、ア、あ、ビ、のーテ a の場合は、やべえ、ばれたって感じで,で、あのー、なんか言われると、えー、そ 嘘ついてるつもりはないから、えって感じで調べる。であの、自分のところでは嘘ついてないから、なんでも、すべてそうなんだよ。おろし元に確認する。そしたら初めてあの分かるんだね。そこのところであの、妙な言い訳はしないんだよ。ちゃんと正直な内容を教えてくれた。うん、それは、あのねあと、まあ、企業秘密だからね。 まあ、あんま細かいことは言わないけれどもおじいは納得した、うん、でもそれだったらそういうふうにして言えばいいのにって言うからいやそれはあのお客さんに対してね言い訳になるしお客さんにはおっしゃる内容ではないからって言うからもうええって感じで思ったんだけどもね、うんまあ、だからこそあのアイビデオを応援したいなっていう気持ちも生まれたんだねそこでね、うん、まあそんなこんなだよ、ね KK さんはチンスコみたいなね、お菓子をいただいたってね、エシポシャラムさんもね、前回行った時ももらったよ、今回ももらったよって感じで、やっぱりあったかいだね、本当に。なんかあの昭和の時代のね、なんかあの、タバコ屋さんみたいじゃん、なんかお使いに行ったらね、いい子だねって、雨くれたりとかさ、ね。で、えっとね、あ、YouTube の動画にはないや、ないね。 雑談にはあ,ったかなあのー、駄菓子屋さんのねおじいちゃんね駄菓子屋さんのおじいちゃんっってもねあのー、ま,まあおじ,おじいよりちょっと上かなでもそんなに変わんないおじいちゃんとかいるしで、ね。うんあのー、優しいんだよ駄菓子屋のおじいちゃん <laughs> それでおじいがねあのー、ヘルパー2級の学校に3ヶ月通ってる時に あのお昼休みにね、駄菓子屋さんに行って、で、駄菓子買って食べたりしたんだよ。で、あのまた教室持ってきてね、みんなに分けてたりとかしたんだけど、ね、きょうのご飯何ってね、きょ駄菓子にしたやつってってね、そんなんでもうすんのって、大丈夫いっぱい食べてきたからってね、だ駄菓子大好きなんだよね。おいったらねあの、駄菓子買うでしょ、駄菓子買うって言ったってさ、2、200, 300円ぐらいだよ。 あれとこれとこれとで10円、10円、20円とかさ、大きくても30円とかさ、50円とかね、高いの買えないからさ、10円、20円、30円ぐらいのものしか買わないんだけど、これいっぱい買うよね。で、あのほら、たい焼きの勘みたいなビローンっていうのとかさ、あれ1枚だけだと嫌がられるけどね、1枚でもいい、本当ありがとうねって感じで、1枚ね、ビローンってこう10円のやつとかさ。 であの毎日会に行ってたんだよね、7か年なんかね、うん。今日雨降っちゃったねーとかね、今日寒いねーとかね、今日暑いねーとかね、いろいろ言いながらね、まあ、懐かしいねーなんて言いながらね、私、暑い時なんかさ <laughs>、ューチューアイスくれるんだよ、ね、お尻もらってね、あの一緒に食べて、ありがとねつって,って、またくれねっって,ってあ、ちょっと待って、ちょっと待ってっつってね、え、何っ,て言ったっね、今日暑いからこれ持ってきなって、チューチューアイスくれるんだよ。 ね、あうでしょいや嬉しくてさ本当にそんな大した金額買ってないのにさ毎回毎回ねでもそうやってあのアイスくれるんだよ、ね、こんなちっちゃな子たちがみんなねアリチャーリーナが買いに行く,、ね、行く場所でさいっぱいいるじゃんちっちゃな子たちも、ね、おじいも同じようにくれるんだよ 嬉ししいでしょ本当それでさもう今なくなっちゃったけどあのー、ねあの駅のところに潰れちゃった富澤さんがあったんだよでそこはねあのー、もうおじいとそんな変わんないかねあのー、そぐらいの人がやってたんだけれどもねいつも言うんだねなんか入れるさあのほらなんかあのふ袋の 中にさ、なんかチョコレートのほらうまい棒みたいなのが入ってるとかさ、いろいろあるじゃんこう、当たりが出たらもう一個とか、こうあのー、袋袋が真っ黒く塗り潰されてさ四角。で、そのふこ袋の裏が、が内,内側から見ると当たりとか外れとかあるの。で、ね、また買こうやって会計するときにね、やっぱこう300円とか400円とか買うじゃん、ね、で袋に入れてくれじゃん。で、これとこれは当たり付きだから、もしこれ当たったら持ってきてね。 あしたらあのまたもう一個あげるからねっつって「ありがとうね」っって <laughs> またその,あの10円とかさそういうものまた一個もらいに行くのにそこに行くのもさでガソリン代かかっちゃうけどさ <laughs> でもなんか嬉しいよねほんとねあのほら10円なんだけど真ん中でこうやって パキッていうか半分に割れるなんかあのリ,リスだかタヌキだかわかんないような絵がくっついてるなんか青と赤と、ね、白の何だっけなんかあるじゃん。ね、あとあのノラクロみたいなんだけどノラクロじゃねえような、ね、あんな絵が描いてるのとかさあるじゃん、ね。優しいんだよ駄菓子屋のおじいちゃんって、ね、結構昔はね駄菓子屋ったあのおばあちゃん。ね こう白い前かけのエプロンでね、で、ここのところのエプロンのところにね、ジャッジャッジャッつってね、あのー、10円とかね、50円とかいっぱい入ってんで、ジャッジャッジャッ、はい、ジャッ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 ジャ円渡すとねジャッジャッジャッってねジャッはい,い、ッジリーとかっジャッ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 ジッ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 ジ 梅田店これなんで梅田っていうんだろう知ってる大阪の方梅田店番地が、あのー、住所が梅田じゃないのに梅田店なんだろう梅田ってなんか有名なのかなうわ鼻困ったな鼻すっごい詰まっちゃったあー何なんだこんなに鼻詰まってつらい 明日もまたつらいのかな花粉いつまで待ってるんだろうねはいそんなわけでね今回は i ビデオの大阪梅田店のお話でしたねあのその他にもね梅田店に直接ねあの取りに行った方こんなお菓子もらったよって情報があったらねまた教えてくれると嬉しいですねで本当にねあの1円なんだよ ね直接取りに行くとこんなにいいところないよねこれが本当に日本一いや世界一だよね1ヶ月1円だよ1円ねアドバンスモード使いたい放題が1円でございます 502HW と 603HW ね1円ですもしよかったらねレンタルしてみましょう 泣いても笑っても1円直接取りに行けば1円優勝で送ってもらいたい方は、えっと、送料500円、事務手数料500円、食事税入れて1080円が加算されるから1081円となります水曜日の午後から木曜日の午前中までは事務手数料無料キャンペーンですその場合は送料、往復送料のね540円だけいただけます。したがって1円レンタルだから 540円と1円で541円のお支払いになります。そんなわけで、一番賢い子があのが 501HW を1円でレンタルしたら延長しないで返す。そしたらね、またあの別のアカウントでね新規登録して 603HW を1円レンタルする。気に入ったらそれを延長する。これが一番ね、 賢いと思うはいそんなわけでおじいでしたまたねバイバイ